週気づいたこと。伊集院さん、可能な限りでいいんで、お願いします。可能な限りで、構いませんから。みたいな、依頼があったときに、どれぐらいまでやらなきゃいけないのかが、よくわからない。可能か可能じゃないかって言われれば可能だよ。次の日一日全く歩けなくなるぐらい膝痛いけど。可能か可能じゃないかって言われたら、縄跳びしながら寝ちゃうぐらいスケジュール立て込んでるけど、ま、可能は可能なんだよね。で、そんなこんなで10日間ぐらい俺、体力的にも精神的にもボロボロなんだけど、可能は、可能なんだよな。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から。いや名古屋でやってるスポーツ番組があって、ほんで 50m 走、まあ、単純にその短距離走の足を速くしたいみたいな、企画で、で足を速くするにはどうしたらいいみたいな、そんでね、コーチと言われる人がもともとその100メートルの日本記録を持ってたっていう人が、コツを教えてくれて、こんなことで足が速くなるんですよみたいな、そういう企画がまあ持ち上がったんですよ。で、俺もスタッフからなんかスポーツ関係でやりたいことあるって言われたから、俺足速くなりてえなみたいなこと言って、ほんでスタッフの方もそれじゃあそういう企画作ってみますみたいな、こういう感じの軽いキャッチボールで始まって、でなんかこう、言われてみたら、走るっていうのは物心ついたらみんな走ってるから、正式な走り方とかよくわかんないから、そういうその正式な走り方をちょっと教わって直したら速くなるんだったら、結構それってすごいなと思って、で情報的にもテレビを見てる人が、うわこんなことで走って速くなるんだみたいのができたらすごいなとか、そういう企画を俺的には期待っていうか想定してたんだけど、蓋を開けてみたら毎日300回縄跳びを飛ぶっていうコツをその先生が教えてくださって、ちょっとしたコツですよ、ちょっとしたコツ。よくさ、そのちょっとしたコツのさ、ちょっとした温度が先生と生徒と合わないことね。料理学校の先生とかがここでローリエを入れるだけでとか言うじゃん。ローリエなんて知らねえじゃん俺こっち。そんなのちょっとしたにしてんじゃねえよっていう、ねえ、なんかわかんないけど、鍋を斜めにするとかだったらそれぐらいのことはちょっとしたことだけど、ローリエ入れる入れねえってなっちゃうと、もうわかんない、わかんないじゃんか。そうなってくると、それと一緒で、その毎日その300回縄跳びを跳べと、しかも、正確に言うと普通縄跳びをなるべく早く、こうなるべくも専門なのよ。俺はほらあれな子だから、なるべくって言われちゃうと、そのなるべく度合いに悩み始める子だから、そのなるべく早く50回1セットで、3セットと、それからと、よくさ、ボクシングの人がやってるのとちょっと違うの、ボクシングの人がやってるその足踏みするみたいな縄跳びっていうと、何つったらいいのかな、違う風に感じられちゃうの、ももを結構思いっきり上げる全力ダッシュのまま縄跳びするみたいな、タタ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 みたいな、あれも、なるべく早く50回を3セットで合計で300回なんだけど、俺あんなもん生まれてから1回もできたことないよ。なんかだってあれをその50回タン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 っていう、そのもも上げの片足縄跳びダッシュ縄跳びを50回できるようになるにはっていうんで、もう1本取れんもん、その番組どうやった。だって1回もできたことないんだから、それが、それのコツを誰かに教わる回を作ってくれっていう、まあそれをその課題で2週間ずっとその毎日やったら、まあ足が速くなるかどうかみたいな、そういう企画をね、があれよあれよという間に持ち上がって、
しかもさ、それもさ、ちょっと詐欺っぽいのがさ、前の収録のね、その何本か撮りをするんだよ。前の収録を3本撮りの1本目2本目普通の企画やって、で3本目でいつも2本のところを今日はその3本目の前半だけ撮りますみたいな話になって、ほんで運動場行ってさ、 50m の今現在のもう我流の走り方の今現在のタイムを撮るみたいになってさ、俺タイム撮って、でそれでその日は終わりで、それ名古屋でやって東京帰ってきて、何日か後に東京のロケでそれ 100m の元日本記録保持者の人と会うわけで、そこで明かされるのが毎日300回その縄跳び飛ぶだけでね、簡単ですよと、ね、もう本当に簡単です、もう毎日300回縄跳び飛ぶだけで足速くなっちゃうんですから、たった2週間でっていう話をされるわけ。そうするとさ、もう撮り始めちゃってるからさ、それおかしくねえって話にもうできないよ。だってもう オープニングっていうか、その一本の番組の頭取っちゃってるわけだから。でそこから2週間ずっとやって、で今週の金曜にさて早くなりましたかねみたいのを撮るわけ、 ガチで撮るんだけど、その時のそのまず、2週間っていう2週間のそのトレーニングのスケジュールが、まあ伊集院さんお忙しいでしょうけども、夜中でも明け方でも仕事の合間でもいいですから、とにかく可能な限り、可能な限りでいいですから、まあベストは毎日なんですけど、可能な限り1日その300回飛んでくださいって言うんだけど、可能は可能だよ別に。虎ノ門を夜中の3時までやって、次の日朝7時入りのロケがあったって、その間4時間あんだから、可能は可能なんだけど、あとでこの番組終わったって、別にそれはそのなんだかんだでその、きちんとできてるできてないは別で、通算で300回縄跳び飛ぶのにかかる時間なんて20分あれば十分なんで、20分の暇もないようなスケジュールは俺ないから、スーパーモーニングを朝やりましたと、スーパーモーニング朝やって、じゃあ鳥越また来週ねみたいな話してほんで赤井さんどうも今日ありがとうございましたっつって、それで悪いとこあったら言ってくださいみたいな、あ鳥越見てんじゃねえよみたいな、そういう風何この鳥差別、鳥差別何これ、鳥差社会、何これ鳥差社会で、そのでまあ帰って、ほんで別にそんな六本木ヒルズで飛べやさ、次の検索ちゃんの入り場で時間ありますからできんですけど、俺判断ってずるくね、これをマネージャー判断だったらね、そのこれ名古屋のスタッフとかを聞くから、聞いてへこまれても困るんで、そのスタッフがマネージャーに言って、マネージャー判断でマネージャーが今日やるやらないを決めてくれればいいんだけど、マネージャーのその、まあ、女の子の指紋って言って、その指紋は指紋で、また困ったことにこのさ、指紋っていうのが、高校時代あたりから、800メートルの強化選手みたいなやつなんだよ、女で。で、大学も4年間延々と800メートル。意味わかんねえんだよ。で、その、なんでマネージャーになったのかみたいな話を聞いたらさ、なんかその800メートルの記録の壁みたいのに当たった時に、もうそのどうしても足が速くならないことにもうちょっと心を病んじゃって、でその800メートルがちょっとでも速くなることばかり考えてた毎日に、たまたま見たバラエティ番組、それこそほぼ初めて見たバラエティ番組で、世の中にはこんな面白いことがあるんだと思って、800メートルを諦めてマネージャーになる意味がもう分かんないやつだから、こいつ。だからその大変さがやっぱあいつも分かってないわけ。どっちかっていうとさ、その日本記録保持者よりなんだよ、俺よりも絶対どうやったって。だからそんなさ、ホモサピエンスと名の付く種類の図鑑に載ってるやつに300回の縄跳びが辛いなんていうやつは、300回の縄跳びが辛い時点でもう
生物としての種類が便所コオロギのとこに入るだろうっていう、割と知能水準の高い便所コオロギじゃんお前っていう位置にあるんだよ。あれだからその俺のその300回なんて可能な限りっつったら別に毎日ひょいってやれんやねえのぐらいのね。で余裕がある時には7万回飛んじゃないんやねえぐらいの感じなんだよあいつ多分。だから結局のとこその名古屋のスタッフは可能な限りって言うわね。でいてうちのマネージャーは可能な限りをそのまま受け取って俺可能な限りって言うわね。そうすると俺は可能な限りが分かんないんだよ。もうそういうもう病なんだから、あれな子なんだ俺、しょうがねえんだよ。でこれでさ膝がものすげえ痛えの右膝がアホみたいに痛いの右膝が、あったけえ、あったけえの、あったけえんだよいつも。変な話、隣にすっごい肩が痛くて温めた方がいい人がいたら俺の膝をつけときゃいいんじゃねえかってぐらいにじわりあったけえわけで、俺の膝には誰が何をつけてくれるのか分かんないけど相当痛えんだけど、投げっぱなしの企画じゃ、だって2週間の間できる限りその300回飛んでくれた結果どうなるっていう、もう前振りも取ってるから、その名古屋のアナウンサーの女の子が伊集院さん2週間後楽しみですねみたいな振り取ってて、でいてそのその時点でジャンプしたとこまで取って着地するところから2週間後始まると思うのね。そんな古い取り方なの、そんな昭和みたいな、もうグタンみたいなので、もそこに毛筆のテロップで2週間後って出る感じだから、そのなんつったいのかな、途中途中の密着みたいでさ膝の痛みを訴える伊集院みたいなのはないわけよ、もうさそんなのはないないどころか、もうこれもせっかくだから言いますけど、この、可能な限りやってくださいって言われた時に渡されてるのが縄跳びとハンディカムなのね、ハイビジョンので、これもなんですけど可能な限りそのやってるとこを撮ってくださいっていうわけで、またさ俺可能な限りが分かんねえんだってわけ、可能な限りって可能だよ今時だって、全然機械落ちるお父さんとかがだよ、お父さんとかお母さんが我が子のさ運動会を一発で撮れるからこそのハンディカムなんだから、可能か可能じゃねえかって可能なんだけど、撮ってる時にさ、まあ家にいたりするとさ、まあ仕事終わって帰ってきて飛んでくるわなんて家出てくるとさ、まあ、神さんがデブが跳ねてんのが面白いらしいのすでにこれね、謙遜の夫婦愛とかじゃない の謙遜、夫婦愛のあるところを謙遜してんじゃなくて、うちの神さんはデブが跳ねてることがすっごい面白いらしいのよ。もうほんでその見に来るんだったらそのハンディカム持ってちょっと映してくれよってハンディカムこうやって映してさ、で真っ暗なうちの前のさ路地の奥にうちあるからさ、真っ暗な路地のところをさナイトショットってあるんじゃない、夜中でも撮れるさ白黒みたいな緑黒みたいな映像になるけども、一応どんな暗くても撮れますよみたいなナイトショットかなんかにしてさ撮ってるわけで、うちのカミさんゲラゲラ笑ってもう揺れたりしてんだ、もうハンディカム揺れたりとかしてんだけど、それでまあ撮るじゃんか、そのつっかえたり失敗したりとかしながらさ300回やったの撮るじゃんか1日目でいて、テープのうち20分ぐらい回ってんじゃんか、ほんでその次の日また夜中帰ってきてさ家の前で撮ってる撮るじゃんか、で、また20分ぐらい撮るじゃんか、で3日目またそれ撮るじゃんか、そうすると分かるわけ俺だってさ、何の絵代わりもないじゃん、まあ業界用語で言うところの絵代わりってか何にも面白くないじゃん、だって緑黒だからさ白黒映像だからさ、その服装すら変わってないじゃん、ほぼ半袖半ズボンっていうことを言っちゃえば変わってないわけじゃん、俺が赤を着てようが緑を着てようがそんなに変わらないじゃんね。でいてしかもうちの前の通路だから全部撮っちゃうと僕の家はこういうとこ立ってますよって話じゃん、もうこうなってくると、でそれもおかしな話、別に隠すほどの家じゃねえけども一応タレントのプライバシーとして変な話じゃん、そこまでそのいろんな角度から撮れないから、真正面で汗かきだからデフがうってなってる映画60分入ってるビデオの出来上がりよこれが、ほんで次の日も次の日もそれ続けてくと絶対オンエアされないね、わかるよ、長年テレビやってたら
こんなもん絶対オンエアされないってわかるわけ。だって同じ角度から同じでも同じ場所で撮ってて、しかも白黒の絵だぜ。ね、それをどう編集したって使って20秒でしょ。でそれをこのペースでいくと、60分のテープを全部で、5本ぐらい出来上がるペースになってるわけで、しかもその今週の金曜日にそのスタジオ、名古屋のスタジオ、名古屋の球場でその競技場で俺走るわけよ。走って、それを編集してオンエアされるのが次の多分土曜だと思う。だから俺見ねえと思うんですよ。だって俺その金曜日にそのハンディカムのテープ持ってくから見ねえと思う。俺のその1週間2週間の記録、うちの神さん撮ってくれた記録は 100% 見ねえよね。もしくは一番最初の1日目の何分何秒かをね、出しゃもうそれで済むじゃんか。済むっていうか、もうそれでいらないテープだということが長年やってると分かるわけ。でも可能な限りに俺引っかかってる。これほら、1日目の触りだけ取っといてくださいって言われれば、僕はそういうその利口バカなとこありますから、その、1日目の触りだけ取るんだけど、可能な限りはもう延々と取れるんだよ俺、おそらくだけど。でだんだんさ、4日目ぐらいになってきてさ、4日目5日目になってくるとさ、かみさんはさすがにこれが使われる使われないはよくわかんないまでも、変わり映えしねえ絵だなっていうのも分かってくるし、飽きても来るわけよ。デブが飛んでる絵をずっと見てるわけだから、別にその4日ぐらいで縄跳びもうまくもなんないし、下手すら膝が痛くなってるから、下手になって引っかかることも多くなってるし、しかもだんだん膝押さえながら痛い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 ってやってる絵もすごく多くなってるし、さすがにちょっとかわいそうになってくるじゃん、それはそれでね。ほんでそのじゃあ神さんにもう気使うようになってさ、家の前で飛んでるとさ、神さんが気遣ってその出てきてそのビデオ撮ろうかっつったり、さらには膝大丈夫とか言ったりするのに、ちょっと でまたそれで喧嘩になったら、だって可能な限りっつってから、可能な限りのうちだろ今は、なんつって、なんで私に当たるのよみたいな、当たってる全然怒ってないよみたいな。で神さんが森で俺の横ポロプサッと刺して、なんで刺すんだよ、刺してませんなんつって、で刺してないんだよ、なんでお前の森が血だらけで大腸出てんじゃん、見えませんみたいな、ちょっとした口喧嘩になるじゃん。神さんだってそういうのを家で俺したくないわけ。神さんだって良かれと思ってビデオ回そうとしてんのに、なんかそのちょ嫌なことってこっちだって思ってる疑問を俺にぶつけんだよと。それ名古屋に電話かけてくれればまだわかるけど、まあそれはそれで、まあ例えば神さんがじゃマネージャーさんに膝が痛いっつってるって言うとか言うわけ、それは困るわけよ、こっちは可能な限りだから関係ねえんだよとかって言うと、また神さんが関係ないんだったら痛そうな顔するのやめてよと、痛そうな顔とかしてねえよ、でしてんじゃんとか言って、で神さんが錆びたになったんで俺の首をグサーっていった上に、もう錆びてから最後はスパッていかないんで、行ったり引いたり引いたり押したりとかして、そこんところから空気が漏れてピューって笛みたいな音が鳴ってる、鳴ってんじゃん鳴ってんじゃん、やってませんみたいな、そのやつがもうさ、もう嫌じゃない、仲良し夫妻なのに。本来覚えて俺さ、もうさ、あのかみさんにはさ、あの企画はもうね良くなったって、あの結局途中で企画変更になったからみたいな嘘ついてさ、ほいでリュックの中にハンディカムと着替えとさ、あの縄跳び持ってさ、かみさんに分かんねえとこ出かけて隠れて通る、今飛んでるわけ俺近所のさ首都高速の下のさ、なんだかじんわりライトついてるとかあんだろう、なんかね、明日言うところまでさ来て、ここまで来たら、あの俺んちのその俺の飛んでるドスドス言おうとも聞こえねえだろうと思って、そーってやってハンディカムこうやってかさ、あのこうやって置いてさ、それでそのハンディカム置いて、そのモニターを自分の方向けてさ、これじゃ入ってねえなって位置調節してさ、それで、あれこれじゃダメだな、なんかあのうまくかまして、ちょっと上向きにレンズをしないと俺映んねえななんてなってさ、上向きにレンズにするにはって言って、タバコのさ箱が端っこの方に落っこってたからさ、それ取
ろうとしたらさ、そのタバコの箱の向こうで寝てらっしゃったおじさんに、俺のタバコどうすんだこの野郎みたいな、すみませんなんかみたいな、すみません、あそうかあなたの庭かみたいなのがあって、それでそのタバコの箱をかまして斜めになった映像で飛んでるとさ、またデブってさ縄跳びやってるとどっか行くね、あのちょっとずつなセルフトントン相撲みたいになんかどっかゆっくり行くんだよ、もう必死だからこっちさ、ちょっとそのあのめちゃめちゃ必死だからさ、最初はそのハンディカムの中央で飛んでたんだけどさ、もうあの白目向きながら50回飛んだ頃にはもうちょっと小旅行に行っちゃってるからさ、何も映ってないわけね、だからこれはなしなんじゃねえかと思うわ、こっち側にしてみたら、だって証拠がねえからなしなんじゃねえかと思って、もう一回行くとまた小旅行に出かけちゃったりとかしてさ、おいでもう時間ないから50回ワンセット100回飛んでみようかななんてやってみると、また小旅行がちょっと中旅行になってさ、さっきのタバコの持ち主踏んじゃいそうになったりとかしてさ、そんなんずーっとやってんだけどさ、もう今度はもう一昨日あたりぐらいからはちょっと開き直ったっていうか、なんかだんだんマゾ的にどうせこのテープを見ねえんじゃねえかっていう方が、だって金曜日収録してでその編集してって考えてったら、土曜日オンエアまでにどう考えてもまたそんなさ失敗して撮り直したりとかしてるから、先週の土曜から始まって土日月か、先々週の土曜から始まってもう10日分ぐらいなんだけど、なぜかもうそのカセット5本ぐらいもう終わってるわけ、すごい量になってるから、絶対多分最初の1本見て全部捨てると思うんだよ、だって俺だったらそうすんもん俺やだもんそんなの、だからこれどうせ傷の方見ねえなと思って、あの前段で飛んだりね意味もなく歩道橋の上で飛んだりしてる、でなんかそのだんだんそれが捨てられるのにやってるのが楽しくなってきて、まあ意味のわかんない方にまた向かい始めてんで、まあちょっとしたその小旅行だよねこれもね、まあ訳わかんなくなってるんですけどね、膝の痛みは今清原級、今清原級来てるよ多分ね、金曜日の収録で走ったらだいぶ落ちてる気がするゴングアンダーグラウンドでツイスター、一旦さその安住の地図が近所のさ公園でさ、あのいい感じ街灯もあるからさ、あのまあ、ナイトショットでもさすがに真っ暗だとほとんど映んないんで、まあ映ったところで多分捨てられるテープなんですか、今考えればいいんですけど、街灯の感じもいいしっていう公園を見つけて、でそこでそのベンチの上のとこにハンディカムを置いて、でまたあの飛んでるとさ、おいデブってすごいなと思うのはさ、俺の大きさがね125キロが、あの最初のジャマつま先で多少殺して飛んでるけども、疲れてくるとドスドスかかとまでついてさ、あの飛ぶようになるじゃん、そうするとさ地面やっぱ多少なりとも揺れんのね、ハンディカムがちょっとずつ動いてって、ちょっとずつその、あの、ベンチの斜めのラインをちょっとずつ移動してって、で、そうすると、あ、移動してるって思うんだけど、やめちゃうとワンセットやり直しじゃんか。だから、その、ちょっとずつ動いてくカメラの、その、レンズに合わせて、俺も、ちょっとずつ右に動いていきながら、飛んだりとかしてると、ほんと、またトントン相撲方式で、本当の端っこのヘリのヘリのところにその放送機材のその名古屋のテレビ局で借りたあのハンディカムが落っこちそうになって、もうしょうがないから一旦47回ぐらいでやめて撮ったりとか、そんな作業してるとさ、してたらさ、公園に面したとこにある家の、まあ、夜中のこれが3時とか2時とかの話ですから、公園のその面したとこにある人がさ、近所迷惑だって、まあそれは思うわな、大変申し訳ないですけど思いますわな、で言ってくれれば、言ってくれればってのもまあねあれですけど、怒られたらすぐやめんだけど、ふと気づいたらちょっと開いて、家のサッシがちょっと開いてる、あれ俺始めた時絶対あれちょっと開いてなかったと思うけどなっていうのがちょっと開いてるわけ。うわ、これ、あ、怒ってんのかな、どうなんかな、これもうワンセットやったら怒られるのか、どう、でも、怒られたら帰るけど、さすがにその、6セット中5セット終わりで切り上げるのなんだしな、みたいなこと思って、また次こうやって飛び始めたら、その、細く開いてる、サッシの向こうに赤い点が見えるわけ。撮ってんだよ。その人。だからそれはなんで撮ってるのかわかんないよ。面白い映像で撮ってて、
加藤ちゃんケンちゃんに投稿するつもりなのかもうわかんないよ。加藤ケン面白ビデオに、加藤ケン面白ビデオに出そうってして、まだやってと思ってんだよ。え、ハンディカムなんか持ってるぐらい機材を持ってる人なのに、その人。ね、まあ、その、俺にしてみたらさ、じゃあこのハンディカムで撮ってくれよと、俺の前でこのずれてるやつで撮ってくれたら、お互いのためすげえいいからと思うんだけど、うわ、でもよくよく考えたら、途中がすごい怖くなってきちゃったのは、あれを、あの、騒音おばさんが起訴された時みたいに、証拠プリントして撮ってる可能性もあるじゃん。うわぁ、この血もダメだと思って。ほんで、もう今ずーっとね、ジプシー状態ですよね。今日もだから、あの、リュックの中に縄跳びと、あれが、あの、ハンディカム入ってんですけど、どこ、帰りどっかで飛びますよ。僕どっかで飛ぶしかないんですから。ね。何が悲しいっつってもね、あの、無人でビデオを、こう、の角度を決めて、その枠に入るように、その自分を置いてくと、ビデオって地べたに置く、なんかちゃんと三脚とか持ってんのよ。地べたに置くようにできてないやんか。だからさ、なんかこう、微妙にこう、なんか、まあいいんだよ、どうせ捨てんだから、こんなカセット、どうせボンって捨てんだから、いいやけど。悲しいな、あのセッティングしながらさ、自分が真ん中に寄ってってさ、飛び始めたら、やっぱ違う、みたいな。瞬間光る深夜のバカ力。で、またそのさ、その、桃上げ縄跳び、そのダッシュしてるみたいな縄跳びが、もうだんだんできるようになってきたって俺は思ってんだけど、俺は思ってんだけど、一生懸命やってる、その桃上げ縄跳び見ると全員が大爆笑するわけ。いや、それもね、こんなに、たかだか自分でね、一生懸命桃上げ縄跳びやってんのに、やってるのを見せただけで、こんだけみんな笑い転げるんだったら、俺それで食ってけんじゃねえかっていうか、ラジオ DJ だの、何、あの、古川オペラ漫談だの言わなくて、桃上げ縄跳びで食ってけんじゃねえかってくらいみんな笑うんだよね。で、まあ、その、あの、ジプシー縄跳びで、草野球の試合の後にこりゃいいって言うんで、草野球の試合終わった後に、あの、田代32あたり、ちょっとお前あの、ビデオ撮ってくれよって言って、あの、撮ってもらってたんだけど、と、桃上げ縄跳び始めた途端にさ、あいつさ、もう、その、レンズの焦点が合わないぐらい、手ぶれ防止機能なんか効かねえぐらいに、笑い転げるわけよ、俺の縄跳びを。で、そうするとさ、あんまりに田代が笑ってるからさ、他のその選手たちもさ、何やってんすかって来るわけ。俺はその球場の端っこの、球場のそばにある公園でやってんだけど、いや、なんでもねえんだよ。こいつがなんかわかんねえ、勝手に笑ってんだよと思って、とりあえず続きやるじゃんか。そうすると、くすくす笑い出すわけ、みんな。で、ごめん、これは、テレビで使うやつだから、笑い声とか、入れたくない、真面目なスポーツの番組だから、ってやってんだけど、もう、俺が桃上げの後で始めると、大爆笑だよ、周り。なんだよ、あれ、と思って。で、最終的になんかみんなの前で、なんか、居残り特訓させられてるデブみたいな状況でずーっとその後でやってて、で、何が悲しかったかっつっても、で、とりあえずさ、俺も、まあ、爆笑されるのは嫌だけど、みんなで、こう、見ててもらった方が、ね、夜中にだよ。ね、夜中に一人ぼっちでですよ。ね、ジプシーのおじさんに怒鳴られながらやってるのに比べたらさ、それ若手芸人の全員の声援の中でやってる方がいいですわな。で、みんな、じゃあ、もうちょっと終わったらみんなご飯食べ行くから待っててみたいな話してさ、その縄跳びやってるわけ。で、そのうちみんなもさ、多少飽きてくるだろうからさ、じゃあ、最後のワンセットを、ギャンブルを、やろう。じゃあ、こっから先はね、嘘の、作り話。フィクションの話ですね。みんな俺に金をかけろと。ね。これ嘘の話ですよ。ね。そういうショートコントを考えてるって話ですよ。そうじゃないと、法律うんぬんの話になってしまうと、これおかしな話になっちゃいますから、俺が何回飛べるかかけろ。ショートコント長飛び、ギャン、カジノ。そうか、俺は
なとみしてえな。何回やれるかわかんねえな。みんな若手芸人がいっぱい見てる。あのさ、みんな、2バトルだよ、2バトル。2バトル。すんごいデブ戦のブスが。俺に入れようか、響きに入れようか迷った結果ですよ。俺に入れたっていう感じの2バトルですよね。それどうやってもね。まあその、もしくは三拍子の久保と、響きの左の子と伊集院のデブだっていうくくりだけでどれに入れようかと思って俺ですよね。で、まあ、まあ単に先週のオンエアバトルに三拍子の久保と響きが出てたんで、それを見ただけなんですけど。それでその、かけろと。ルールは簡単だと。みんな何回ぐらい俺ができるかっていうね。で、ので、予想しろと。で、俺は、ここまで見てたらわかると、パドック情報としては、ひどい時には10回でかかっちゃってて、一番絶好調の時でも、一応50回ワンセットっていう決まりだけど、50回超えても一応飛んではいるのね。75回ぐらい。で、稀にこの1週間ぐらいで100回行ったことが3度ほどある。が、これ最終セットだから、まずそこまで行くことはなくて、っていうのが一応、その、プロの予想の状況だから、つって、みんな何回何回。で、俺には知らせるなと。誰が何回かけたかっていう、何回にかけたかは、知らせなくていいから、つって話をして、で、その、一口100円かけろみたいな話して、で、ショートコントだけどね。100ギルにした方がいい。で、かけろ、つって。で、その代わり俺はお前らの一番予想者高いやつより飛んじゃったら俺の総取りだぜみたいな感じの、まあ、台本を書いて、みんなで合同コントをするわけ。ね。で、それで、さ、一応、みんなでこうやって、その、構成の渡辺くんが中心になって、渡辺くんが堂本。これコントじゃなくてリアルもう。あいつはもう、違法、違法。あいつだけ違法。まあ、まあ、それで、その、みんなでこうやってつけてて。つけて。異様な盛り上がりよ、なんか。だなんだかんだで20人ぐらいいて。20人だから、その、総取りになると2000円ぐらいになるから、あいつらの2000円って言ったら、まあ、それは大変な額だから。ビル・ゲイツの 7K ぐらいの感じになる、ね、収入費で言えばなる感じで。でね、何が情けないっつってもね、芸人、若手芸人とかにプレッシャーかけることはすごいあるじゃないですか。この番組とかでも僕は意地悪先輩ですからかけていくんですけど、なんかそんなに思った何十倍もみんながギラギラし始めちゃって、俺なんかこう、ドキドキし始めちゃって。今から行かねえなんつって。で、あれちょっと待って、あれ一回ウソン菌で一回飛んでいいみたいな話してたら、ダメだよそれみたいななってんだよ。そういうのなしって約束でしょ、いきなり飛んででしょみたいなことをみんな言うわけ。ああ、ごめんなさいみたいな。なんかすごい緊迫してきちゃってるわけみんな。何ここは普通の野球場の横の便所横の公園じゃねえのと、なんかもうサンダードームみたいになってるわけ。なんかその、ちょっとマッドマックスみたいになってるわけ。殺せみたいになってるわけ。ね。うおーみたいになっちゃってるの中で、なんかどうしていいかすげえわかんなくなっちゃって、じゃあ始めるよ2回で引っかかっちゃって。怒号の嵐。2回の中引っかかっちゃって、怒号の嵐で。あんだけ盛り上がってたのに、誰も一切金銭授受をしないまま帰っちゃって、みんな、3355、あ、すいません、僕ライブあるんで、みたいな感じで帰っちゃって、俺、もう肩を震わせて、やっちゃった俺、完全やっちゃったみたいになって。月曜ちゃん健一、いや、もうちょっとしたことで、傷つきやすいガラスのハートを持った健一くんね、健一くんはですね、ほんとついうっかりリストカットしてしまうというおっちょこちょいな少年なんですけども、そんな健一くんの日常を描いたアニメ「リストカッター健一」のストーリーをいただいてるコーナーです。健一くんじゃなくてもね、かなり近いところまで行きますよ。さっき言ってた名古屋テレビ、機材番号何番何番って書いてあるハンディカムの、ハイビジョンのハンディカムの、で、しかもね、あれね、
ちょっとそのプロ仕様みたいので、違う企画なんだよね。普通に売ってるやつと。まあ高いんだと思うんだけど、それをこう置いて、縄跳びやってんじゃん。で、そうすると俺がドス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 飛ぶからさ、そのちょっとずつ、その、ベンチからずれてく、その、ハンディカム、それがゴロンと落ちたりするわけ。ああ、やっちゃったとか思ってさ、うわ、駆け寄ってて、こう、その、大丈夫かな動くかなあ、動く動くよかったってなってるとさ、その持った角度のまま、止まってねえから、短パンの底から玉金が思いっきりハイビジョンで、ナイトショットで、思いっきり玉金が映ってるわけ。思いっきり。もう、声は、あーって声が入ってないから、動いちゃった動く動くこれ動いてる動いてるあ、動いてるよかった玉金映ってるっていう声がもう全部入ってるわけよ。入ってる上に、繊細に玉金が。要は、だってさ、要は、しゃがんだ時に、しゃがんだ時に、だって、下にさ、そのカメラが落っこってて、しゃがんで撮ってって考えると、すっごい玉金映りやすいでしょ。ものすごいペースで玉金映りやすいでしょ。で、しかもさ、その、この玉金をその、名古屋テレビのスタッフ見せたくないからさ、ちょっと戻して続き撮ろうと思うんだけどさ、あんまわかんねえんだよ。昔のさ、そのハンディカムってすごいいっぱいボタンがあったんだよ。今タッチパネルになってるからさ、すごい便利になってんだろうけど、知らねえもん、人から借りた機材だからさ、したらなんか、テープのドア玉まで戻すみたいなボタンを押しちゃったりとかしてさ、で、また戻ってきて、そうするとこの、テープの、取った一番最後のところまで行くみたいなのをこうやって押し直すと、もう一回玉金見事になるわけ。そんなんずーっとやってんじゃん。もうそりゃさ。ねえ。まあね、でもまあ漫画じゃないですから、リストカットとかしないで一生懸命生きてきますけど、僕はさあ、叱ってんの一生懸命。だと漫画じゃねえけ、ないからとか言ってけど、そんな漫画ねえし。だいたいもともと。ペンネーム、いぶし銀の豊か。リストカッター、ケンイチ。ケンイチ、ドッジボールをやる、の巻。体育はドッジボール。クラスを2つのチームに分けるために先生が言ったのは、両チームの代表者が交代で1人ずつ欲しい人を引き抜いていく。なんで分かんねえかな、ティーチャーは。それやっちゃうと本当に逆希望枠ができちゃうこと、なんで分かんねえかな。本当だよな、希望な絶望枠が上位の希望枠に対して下位の絶望枠が出ちゃうっつうの。一人ずつ欲しい人を引き抜いていく方針だった。急に嫌な予感がするケンイチ君。案の定全く引き抜かれる気配もなく、チーム分けは進んでいく。まあ自分の運動神経を考えたら上位指名はありえないなと落ち着いて考えるケンイチ君。しかしどん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 人数が減っていくにつれ焦り出し、ついに残り2人になってしまった。すでに選ばれ済みで早くドッジボールを始めたくてうずうずしているクラスメートの視線を気にしながら、あらゆる角度からもう一人の売れ残りのことを分析するケンイチ君。さすがにあいつよりは俺の方がと思った矢先に指名されたの相手。クラスの輪から離れたケンイチ君は、あのね、ケンイチ君ね、この程度のことで、この程度のことで、一本いっちゃダメですよ。ね。おもらいジャスって知ってる？おもらいジャスって俺の周りだけかな。これやっていくと半端になるじゃん。最後半端になって、一人になっちゃった時に、おもらいつって、その、キャプテン同士が、おもらいジャスって勝った方がいらないっていう。ドッジボールってより野球でありがちなんだけどね。野球だと、その人数が多くなっちゃうと回ってくる順番が減るから、その、それがまたさ、リズムあんじゃん。じゃんけんってさ、じゃんけんポン、あいこいしょ、あいこいしょ、勝ったみたいな、あのリズムで、おもらい、ジャス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 、勝った、いらないっていう、そのペースが、あ、いらねえんだろうな、やっぱ俺っていう、そのリズムなんだよね。
あとその移住員取るか、移住員取る代わりに最初にボールが持てるみたいなの分かる。それをさ、すごいグッドアイデアみたいに提案するバカいるだろ。ね。こういうのどうかな。移住員くんを、じゃんけんで負けた方は、移住員くんを取る代わりに、先にボールが持てたら公平じゃないみたいな。ね、移住員くんって俺に意見なんかねえよ。俺に一切意見はねえよ。もうそうすればいいじゃないってしかねえよ、そんなもの。あんな、いろんなとこいいな。ペンネーム、暗黒久男。ケンイチ。レンタルビデオ屋に行くの巻。レンタルビデオ屋に行ったケンイチ君、どうせないだろうけどと伏線を張りつつ24の棚を見てみると、ケンイチ君学習するから、どうせないよ、ない、どうせないって分かってるけど、24の棚を見てみると最新感があるではないか。思いがけないラッキーに訳が分からなくて逆に一本行きそうになったケンイチ君だ。じゃあもうどうやっても一本行っちゃうからダメだよね。まあ今で言うとあれですね、プリズンブレイクのシーズン2からか、一本行きそうになったケンイチ君だがパッケージを持ってすぐにレジへ。すると店員がまたかと言わんばかりのため息顔で、パッケージから中身だけ抜いて持ってきてください、箱をいちいち戻さなきゃならないんで。そういえば前も同じことを言われたことを思い出した。あ、すみません、戻してきます。いいです、もう私が戻しておきますから、いいです。そんなやり取りの中に、このクソ野郎、お前には何も期待しない的なテレパシーを感じつつビデオを受け取り、なんとか家にたどり着いたケンイチ君。とりあえずビデオを見ようとケースを開けると、そこにはなぜかフレンズと書いてあるビデオカセット。どうやらあの店員が間違えたらしい。アメリカ人6人組がてんやわんやの大騒動、一通り見終えたケンイチ君は、いいんだよ、みんならいいのかと思うじゃん、おい。何度も一本行くタイミング乗り越えてさ、結果フレンズ見たんだろ、いいじゃん、もうじゃあ。なんかさ、知らねえよ、お前のシステムなんてっていうさ、いろんなのあるじゃん、その中だけ持ってくる、逆にパッケージだけ持ってくるとか、あと、パッケージになんかゴムで巻いてある、なんかそのレンタル札みたいなやつだけ持ってくるとかさ、そういうのさ、法律だったら俺が悪いよ、それ。その法律を俺が知らないんだ悪いけど、それ持ってたったんにさ、みたい顔するやついるでしょ。はぁ、それ持ってきちゃってんだ、みたい顔する人いるでしょ。頭くるわ。あんまり頭きて、本当に心から謝るわ。すいません、本当、俺、神さんに頼まれて、もう本当にごめんなさいって、本当にごめんなさいって言うわ。ねえ。ペンネームニコニコフン。ケンイチ、電話に出るの巻。朝寝坊のケンイチくんが布団の中でうとうとしていると今の電話が鳴った。うるさいな、早く出てよと思ったが、どうやら家には誰もいない様子。早く切れろ。早く切れろと念を送るも鳴り続く電話。あとワンコール鳴りやまなかったら一本行くしかないと決意したところで電話が鳴りやむ。ほっとして二度寝を決め込もうとすると再び鳴り出す電話。ここまでしつこいのは母親か、雨が降ってきたから洗濯物を入れておけとか、今日こそはちゃんと起きて学校に行けとか、そんな電話に出た日には確実に一本だ。再び無視をするものの、しばらく鳴っては切れ、また鳴っては切れの繰り返し。もうどうしようもないと思い、何度目かになり始めた電話に出るために1階の居間へと向かったケンイチ君。もし電話に出る寸前に計算したように電話が鳴りやんだら、やっぱり一本かな。あらゆる一本の可能性を考えながら居間に着くと、電話はまだ鳴っている。急いで電話を取って、あ、もしもしと言うと、受話器からは、
ピーチリ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 ファックス音電話機をそっと置くと今のソファーに寝転んだケンイチ君は、あのさファックスのさあのピリリリリのやつってさ、なんかさそのうちのファックスにも機能としてついてんだけどさ、一旦繋がらなかったらかけ直す機能みたいなのあるでしょ。何度切っても送信ミスって判断してずーっとピリ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 とか来るやつとかあるでしょ。ものすごいムカつくんだよね。しかもうちはその普通の電話とファックスの電話と一応回線分けてあるのね。それで普通の電話の方にそれ何度もピリピリ来るからもう頭きて、もう自分のそのファックス電話の方にこう付け替えると、まあ具にもつかねえ、なんかよくわかんねえ、そのダイレクトメールのファックスだったりとかするんだよね。なんかね、はあ、別にこれ以上面白くない。普通の愚痴ならいっぱい。普通のムカつくってことなら言えるけど、面白くしようがないぐらいムカついてきたから、一回 CM 行くか、俺。月曜。伊集院光、深夜のマジで。今、あなたの肩を誰かが叩きました。誰かんばんは、エンクミです。伊集院光です。じゃあ続いてですね、ペンネーム主任運転士健一、バスの時刻を調べるの巻き。乗ってないかんね、バスの時刻を調べるだけだからね。散歩の途中、バス停の横を通り過ぎるケイチ君、ふと見ると時刻表が新しくなっているご様子。今度バスに乗る時のため、持っていたメモ帳に時刻表を書き写すことにした。よくあるよね、こういうことあるよね、するとそこに来たバスが止まってしまい、スピーカーからお待たせいたしましたと声が響き、ドアが開いた。あ、違います、乗りませんと答える健一くん。だ、乗らねえのかよと言いたげな運転手の舌打ちがスピーカーから聞こえ、こっちを見ている乗客も全く紛らわしいと言いたそうな表情。再び走り出すバスを見送り、平日と土日休日のバス時刻を書き留めた健一くんは。一番さ、今日何曜日か分かんないけどさ、ねえ、その、例えば今日が月曜だとすればさ、いらないわけじゃん。あの、土日休まで生きてないわけじゃん。本気でカットしてたら、全然助かる気満々なんだよね、完全にね。だからこそ土日休まで、土日休日のバス時刻をメモってる時点で、全然とりあえずの一本なんだよね、この人ね。続いて、ペンネーム俺たちの的山、ケンイチ買い物をするの巻。小腹の空いたケンイチくん、コンビニに入る。おにぎりやコーラ等を選んで手に持ち、レジに向かったところ、レジにいたのはケンイチくんの性格的にはあまり近づきたくないタイプのちょいとヤンキー気味の高校生アルバイト。レジの操作程度で嫌なことも言われないだろうと思い、レジに商品を置くと、634円になります。あ、634円になります。思っていたより丁寧だったレジ係の言葉に、健一くんは財布から小銭で34円そして1000円札を置きました。しかしレジ係は1000円だけを見て会計を押したらしく、釣りの366円を渡そうとしてきます。あの34円出してますけど。なけなしの勇気を振り絞って1034円出していることを証明すると、レジ係の人は少し睨みつけ舌打ちをして、レジの機械を面倒くさそうに操作。一回出た結果を取り消して1034円からで打ち直し、結局100円硬貨を4枚渡してくれました。頭の中では実際には言われていない、ややこしい計算させてんじゃねえよが響き渡った健一くんは、何も言われてねえんだよ。
結果何も言われてねえんだ、ケンイチ君。ラジオネームマチュピチュ。ケンイチ、お寿司を食う。いろんなとこに危険が潜んでるよね。ケンイチ、お寿司を食う。で、またね、これびっくりすることに、お寿司屋さんに行ってね、カウンターでお寿司食ったりとか、そういうんだったら今までのこのケンイチくんのその、あの、エピソード上、それは一本行っちゃうこともあるかもしれないけど、これ家でなんだよね。ケンイチお寿司を食うの巻。いい夕方家に帰ってきたケンイチくん。汗をかいたので先に風呂に入ろうと思い、風呂上がりのポカリスエットの在庫を確認するために冷蔵庫を開けると、ケンイチくんの好物の鉄火巻きが。寿司がある。すると背後からケンイチママが、ああ、それ昼間スーパーで買ったんだけど食べきれなかったからラップしておいたの。お腹空いてんならお風呂出てからケンイチ食べていいわよ。人間生きてさえいればいいことがある。人間生きてさえいればいいことがあるものだ。鉄火巻きのことばかり考えて風呂に入り、そそくさと着替えを済ませ、冷蔵庫から寿司の皿と、鉄火巻きにポカリはちょっと合わないなと思って麦茶を出した。ラップを取り、少し色あせて黒っぽくなった鉄火巻きに直接醤油を垂らし、一切れ口に押し込むと、かんぴょうだ。愕然としたケンイチくんは、感情の波が激しすぎだから、てめえの勘違いで、しかもてめえの勘違いで、そのラップしてある鉄火巻きを見て、ラップしてあるかんぴょう巻きを見て鉄火巻きだと思っただけで、人間生きてればいいこともあるもんだまであげちゃってるから、それがかんぴょう巻きな時にの落ち幅に耐えられてねえんだよ。人間生きてればいいことっていう中に入ってねえから、お母さんがちょっと食べきれなかったって、これはたとえ鉄火巻きだったとしてもそんなことじゃねえから、おそらく。本当に大変だな、ケンイチ。じゃあラスト。ね、ペンネーム暗黒外道隊長プラス、ケンイチ漫画を読む。漫画を読むぐらいでもなるんです。だってドラえもんだってちょっとしたことで宿題ができなそうだよっていう時だって秘密道具出すじゃないですかね。要するに例えばだけどドラえもんで言えば仲間が行方不明っていう時だって当然秘密道具出しますよね。だけどちょっとした宿題ができないだけでも秘密道具出すじゃないですか。それと一緒ですよ。本当にきつい時も一本いきますけど、漫画読むぐらいだってちょいちょい一本いきますよ。ケンイチ漫画を読むの巻。のラーメン屋に入ったケンイチ君、ラーメンを注文するとお店の本棚に向かい、前回読んだ漫画の続きのコミックス第4巻を探す。だがそこに4巻はなく5巻以降が置いてある。思わず1本を予感しつつ辺りを見てみると、目当ての4巻を別の客のテーブルで発見。しかもその客はラーメンを食べ終わりくつろいでいる様子。ということはすぐにあの客は店を出る。よし、あの客が帰ったらすぐに4巻を取ろうと思い直すケンイチ君。ほどなくして予想通りその客が会計を済ませ漫画を戻して店を出た。すぐに立って本棚に行くのは店の親父に、お前漫画目当てかよと思われそうなので、若干の間を置いて目当ての4巻を取りに席を立ったケンイチ君だったが、そこでまさかのアクシデント、他の客に4巻を取られてしまったのだ。注文したラーメンの汁を一滴まで平らげ、そして静かにトイレに向かい、そこでケンイチくんは、なんでケンイチくんいつも一旦食うのかね。一旦いかにも一本いかない感じの行動するんだよね。
そう、こういうケース、まあ、あるよね。その、まあ、俺、漫画喫茶とか、あんま、今行かないか分かんないけど、おそらくあるんだろうと思うのって、自分が4巻読んで、次5巻読みたいと思ったら5巻読んでる人っているじゃん。で、こいつが微妙に遅いって、その自分のペースより微妙に遅いから、本来は自分が4巻読んでる時に5巻読んでるやつは、自分が5巻行こうと思ったら、6巻行くから、そのペースさえ守っていけばいけんのに、こいつが微妙に遅いから、なんかこう、4巻終わってさ、5巻って思うと、5巻の最後20ページぐらい読んでて、なんかそれをこう、その最後20ページって分かってるから、他の漫画行けねえじゃん。他の漫画、だって行くほどじゃねえから。で、そいつが終わんの待って、で、その、今の漫画喫茶がどういうシステムになってか知らないけど、こう、戻した瞬間に撮るとさ、せかしたっていうか、嫌味っぽく見えるから、ちょっと一間置いて撮ったりとかするんじゃん。で、もうなんかそんな工夫をしてるうちにさ、7巻ぐらいのところでもうどうでもいいから、そいつがもう戻すやいないや、バッて撮ったりとかしたらさ、ものすごい勢いで睨まれたりとかするとさ、おめえが遅えからだろってちょっと思うよね。まあその逆をやられたらやられたで一本行くんだろうけど、自分が返すやいないやって撮られると、あーってなっちゃうんだろうけど、ガク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 ってなっちゃうんだろうけど。ということでですね、ほんとね、どんなところからも健一君のストーリーは広がってきますから、どんな些細なことでも健一君は一本行く人ですから、リストカッター健一ストーリーを思いついた人は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力健一の係までお待ちしております。ゆい、マイジェネレーションエンタの何様、さあ、もう月間っていう感じになっちゃいまして、気がついたらしばらくやってなかったら大変申し訳ないんですけども、まあテレビ番組を見てるとですね、すごい面白いことを言っているお笑いの方がいるのにですね、周りの方がそれをする、気づかずに放っておいたためにですね、ちょっと笑いが起きなかったなんてことはよくあります。そういうのを見つけてですね、取り上げていこう、見つけて報告してもらう、取り上げていこうというコーナーです。ほんじゃですね、古いんだよな、これ。ほんと申し訳ないんだよな。ですね、ペンネームインチキマダムプラスペンネームグッジョブ天神。4月20日、東京 MX の5時に夢中で、MC の伊藤孝明師匠が繰り出した、お父さんの伊藤志郎にも負けない大ネタ。この日のゲストコメンテーターは元チェッカーズの鶴久正治さん。伊藤孝明師匠はカトゥーンに赤西復帰のニュースに触れ、突然赤西くんが休養したことによって他のメンバーが危機感を感じ結束力を強めていこうと決意したのもつかの間。彼が下の根も乾かぬうちに復帰してまたメンバー一の人気者になったら他のメンバーは面白くないでしょうね、と。わかりやすい振りを鶴久正治さんにぶつけました。しかし振られている当の鶴久さんにはこのわかりやすい振りがキャッチできていないのか。マッシュルームカットから胞子を吹き出すわけでもなく、もうそんな形のやり方ないだろう。鶴、仕方なしに伊藤師匠、こうなったら名指しとばかりに、鶴久さん、メンバーが仲良くやってるコツは何ですかねとぶち込む。よりによって。ここで鶴久さんが、せえな、そんなコツ知ってたら、とっくに俺のギザギザハートはドゥルーラブになってるっつーのとやれば万々歳だったのですが、そうですね。ちょくちょくみんなでご飯を食べに行くこととかが大事です。伊藤師匠諦めて、この業界で大事なものは何ですかとか緩いふりをすると、鶴久は笑顔ですと答えていました。鶴久は伊藤師匠に謝ってください。すごいな。これさ、伊藤孝明さんはさ、狙って言ってんのかね、自然に言ってんのかね。狙ってるとしたらこの5時に夢中、侮れなすぎだよね。あまりに夕方から行き過ぎてる番組だもんね。すげえなー。ペンネームジャンケー。5月4日、
笑っていいとものテレフォンショッキングでスマップの稲垣吾郎師匠が面白いのを披露していました。序盤はあまり話も盛り上がらない中、出てきた話題はお互いに車を運転するイメージがないという話。タモリ、ゴロちゃん運転するの？車乗るの？稲垣、しますよ普通に。これは完全に稲垣吾郎師匠の振りです。ここでタモリさんが普通に運転じゃないでしょう、不敬さん引いちゃったんだから、もう稲垣メンバーったらとやればドッカンドッカン来るのに完全スルー。しかもその後にも師匠はこうミラーの調整もしますしとか、どうでもいい車話を続けながらタモさんのツッコミ待ちで引き伸ばしてるのに、タモさんともあろう人がミラー全部自分の方を向けたりしていないと小さな笑いの方を拾っていました。タモさんは稲垣吾郎師匠に謝ってください。もうあのことはなくなってっからね。あのことなくなったなって感じたのはマリオカートの CM をやった時だね。ミニターボ出したじゃんっていう、俺の中ではなくなったんだっていう、あ、このことはもうなかったことになってんだっていうのはすごいね。やっぱりね、こうやっていいの送ってもらってますからね、ちょこちょこやんなきゃいけませんよね。ペンネームピースライト、5月25日、やっと最近になってきましたね。太田総理で熊田曜子首相が面白いのをやっていました。国民の怒りのコーナーで中国のパクリ遊園地の著作権侵害が話題になった時のこと。私も著作権侵害されたことがあるんですと発言する熊田首相。お約束の熊襟話が始まるのかと思いきや、中国で私のグラビアが無許可で看板にされていたと発言する何とも肩透かしギャグ。しかしこの肩透かしギャグにスタジオにいた誰もが突っ込まずにスルー。ここで TIM のゴロさんが立ち上がったので、あー、これは炎ってやって、もう一回熊襟放火ネタに戻すのかなと思ったら、僕らも命のギャグを素人に真似されてるんですと間違った方向へ行ってしまい、せっかくの熊田師匠のボケを潰していました。ゴルゴさんは熊田師匠とその相方の熊襟師匠に謝ってください。相方じゃねえよ。そうね、持ってんね、やっぱりね。なんかドキドキする、まだドキドキするね、俺の中では。熊田さんテレビ出てるとドキドキするね。どんどん新しくなりますよ。ラジオにネーム、ゲタゲタ。つい先日放送されたテレビ朝日の Q 様で、10名の回答者なのに1人だけ映らなかった一人だけ映らない回答者がいました。まあ、これちょっと難しいんですよね。あのね、プレッシャースタディクイズとかいう、なんかみんなでこう、順番に答えていく、そのクイズの、インテリ大会っていうのがあったんですよ。番組の最後に伊集院さんが、悔しいので同じ、ね、メンバーでまたやりましょうよとせっかく振ったのに、テレビ朝日の M、元テレビ朝日の M アナが、私テレ朝やめんで、と言ってくれなかったのでギャグが成立しませんでした。びっくりしたんだよね。あの収録の時何も誰もスタッフも何も知らなかったのに、急に2日後ぐらいになって、ああいうことにな、先生、あ、まだ先生じゃないですけどね、なって。なんかすごいよね。レッツチデジの CM とかも多分撮り直したりするんでしょ。まあ、政治の方が大切ですもんね、おそらく、ね。僕らみたいなね、ゴールデンのバラエティが一回どうなろうが、そんなことはね、日本の行く末から考えたらへみたいことだと思いますんで。さあ、ペンネームピースライト。6月3日。放送の NHK 衛星第2大井日本私の好きな新潟県という番組で面白いのをやっていました。新潟の伝統的な祭りの踊りを紹介するコーナーで、踊りの達人が実際に踊っているところを新潟から生中継していたのですが、その踊りの内容が
どう見てもペニスをかたどったような長い棒を股間にくっつけてブン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 振り回すという三浦淳さんがよく紹介するエロ祭りの踊りみたいもの、それを真っ昼間に衛星で全国全世界に流すというものすごく面白いのに対し、NHK のスタジオのアナウンサーが、あんたオズマ超えたよ、オズマよりアゲアゲだよとやればドッカーンだったのに、実際の放送ではオロオロするスタジオのゲストたちとなんとか真面目なところでまとめようとした司会のおっさんがテンパり気味に五穀豊穣の願いとか込められてるんでしょうかね。若い人が進んでこういう伝統を継ぐといいですね。こういう農業から生まれた文化がうんぬんと意味不明のフォローを入れるも、文字通り後の祭り、余計スタジオをドン引きさせるというありさま。NHK はオズマに謝ってください。NHK の基準って本当わかんねえんだよね。本当に。オズマがだってあんなことになった後に、俺出た BS の番組で、玉袋筋太郎さんを玉ちゃんって改名させておいて、で、その中で、こう昭和の文化みたいなのを説明するときに、ストリーキングを取り上げてるのね。ええと思うんだよね。お前らは男性器をどうしたいんだよと思いながら。じゃあですね。もう一枚ぐらいいきますかね。ラジオネームミスターアンダースロー。テレビ東京朝はビタミン、この日の特集は中古のパソコンを買おうというもの。司会の肥後さんは家でインターネットをするとかちょっとワープロを打つだけだったら中古で十分ですと猛プッシュ。その直後に始まったのがジャパネット高田の通販コーナーで初っ端の商品が新型パソコンリブロすごいな。ここでスタジオの全員がずっこける様子がワイプで抜かれていれば、メンバーは上島さんじゃなくても絶対押すなよ的なお約束ができるリーダーはかっこいいということになったのに、完全にする。あれじゃ昔はジャパネットの通販といえばダチョウクラブだったのに、最近呼ばれないのを根に持ったリーダーが仕返しをしたみたいに見えてしまいます。テレビ東京は肥後さんに謝ってください。すごいね、すごい。今やもう一大権力ですよ、ジャパネット高田って言ったら。はあ、まあね、まあ、コーナーがかなり多いですからね、毎週毎週というわけにはいきませんがですね、報告いただいて、たまりましたらですね、こういう形でやっていきたいと思っております。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光深夜のバカ字からエンタの係までお待ちしております。どうだい、かっこいいだろ。深夜のバカ字から。間違った方に超人ですよ。水中ジェスチャーで必死に SOS を出す。よい子のみんな、家庭裁判所で僕と会う。火種を投げ込め。根も葉もない噂を流して、有名人を喧嘩させようという、コーナーです。ラジオネーム豊丸12号。収録中こたつの中で磯の霧の足をまじ蹴りする森尾由美。ペンネーム湾岸のサブマリン。北島三郎、お前の歌にはちっとも心がこもっていないとムーディー勝山にダメ出し。ラジオネームウルトラマン木田太郎。大沢あかね、楽屋で熟睡中の里田舞の耳元で日経新聞を読んで知識を植え付け、バカキャラクイーンの称号を独占しようと下ごしらえ中。この間ヘキサゴンに久々呼んでもらったけど、すごいね。なんつったらいいのかな、なんつったらいいのかな、例えばわざとバカなふりしてるのとちょっと違うの、ちょっと違うのだけど、なんかこうちょっと普通の人じゃそういうスピードでそういう答えは、例えば逆に
わざと間違えてるとするならば、そういうスピードでそういう答えはできないので、何かこう、たまにさ、パソコンのワープロソフトとか変換ソフトがバグってさ、押したボタンと違う字が出るときってあるじゃん。違う字が出るような壊れ方するときあるじゃん。ああいう感じ、里田舞。ああいう感じの、あの、誤答の仕方のスピードといい、出方といい、なんかちょっとね、あれはゲイだね。すごいと思って、なんか俺多分、答え終わると、ひな壇見た席行くじゃんか。それでいて、その、延々とその後藤が続いていくんだけど、感心して見てる。多分なんつったらいいのかな、ああいうディナーショーがあったら俺金払うかもっていうぐらい間違い方が見事だね。続いてラジオネームトリコロール。陣内智則、藤原紀香夫妻の結婚式の引き出物に藤原紀香町のりか魂が入っていることをいち早く知った清水邦明、早くもブックオフではのりか魂買取不可のポスターを制作中。ペンネームシャイニングエルボー、ドラえもんはわさびを食べると壊れちゃうんだよと子供たちに聞かせる大山信代。ペンネーム鉄人、カバちゃん、新しいダンスの振り付け練習かと思いきや、一行を一撃で倒すための蹴りの動き。ペンネーム鉄人、平野レミと松野明美、息継ぎなしの口喧嘩で両者とも窒息寸前、即病院へ。ペンネーム鉄人、熊切あさみ、AKB48 の端っこの方にしれっと参加するも秋元康につまみ出される。ラジオネーム花より大名、林家正蔵、中村勘三郎が所得隠しをしたと聞いた時、それ俺のやつと声を荒げる。ラスト、ラジオネーム豊丸12号、本邪魔家の石塚、彦摩呂があと3キロ太ったら潰す。俺が言うのもなんだけどっていつも言ってるような気するけど、彦摩呂さんはすごいね。ちょっと俺が言うのもなんだけど、引くよ、ちょっと俺、その、みんな俺に対してもそう思うんだろうけど、大丈夫っていう感じ、するよ。ね。ですね。今日はそうですね。僕は、好きなのは収録中、こたつの中で磯の霧の足をまじ蹴りする森尾由美ですよね。あの番組も長いよね。まだやってんだね。カバちゃん、新しいダンスの振り付け練習かと思いきや、一行を一撃で倒すための蹴りの動き。あと、熊切あさみ、AKB48 の端っこの方にしれっと参加するも、秋元康につまみ出される。熊切あさみってもっとチェキっ子でしょ？で、チェキっ子ってのは元秋元康プロデュースでしょ。多分、秋元康チェキっ子外してんのにもかかわらず、しれっとこう、百発百中みたいな顔して AKB48 だから、多分、熊切あさみも、秋元主席に取ってくれよっていうあたりで行ったんだと思うんだけど、秋元、あんにゃら来てやがると思って。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力、火種を投げ込めの係まで。曲、ドーピングパンダ、I'll be there。さて、6月11日、そして18日、来週、再来週はですね、スペシャルウィークということで、この番組もスペシャルがあります。タイトルが、5W11I1W11 スペシャル。
スペシャルウィークっていうとですね、あの日頃こう盛り上がってるコーナーの拡大版とかそういうのをやって、楽しんでいくもんなんですけれども、この 5W1H1I1W1H というコーナーはですね、存在してるのもみんな忘れてるぐらいですね、やってないです。だ前回のスペシャルウィークにコーナーをいっぱい作った時にできたんですけど、そしていっぱい、ネタもらってるんですけど、できてないんで、しかも僕はこのコーナーにすごく期待をしてるにもかかわらず、なんつったらいいんですかね、盛り上げ方がいまいちよくわからないまま新コーナーを作ったもんですから、ずっと後回しにされてきたコーナーです。要は 5W1H っていうのはいつどこで誰と誰が何をどうしたっていう、まあそのやつをこうバラバラにシャッフルしてランダムで組んで偶然できたこう面白い言葉を楽しむ、まあそういう遊びで、まあ俺ガキの頃はスキャンダルゲームとかそういう言い方をしたんですけれども、さらにそのいつどこで誰と誰が何をどうしたに、一方その頃俺は愛ですね、何をどうしたで 1W1H ね、でさらにですね、後に吉田と山本はこれ 2Y ですね、何をどうした吉田と山本ですか 2Y です、何をどうしたね、がそれはまた別の話まあこれ今つけましたけど2倍は今つけましたけど、まあこれをこうみんなでいろんなの送ってもらってランダムにこう出して、面白いのができれば楽しいね的な、コーナーなんですけど、でしかもですね、このいろんな送ってもらったその誰ととか、何をとかどうしたをですね、すでに鈴木純アナウンサーに1項目につき50ぐらい読んでもらってますから、相当数溜まってるんですけども、やってないんですよね。でこれをもういっぱいやっていこうと。で、まあ、パーツとして面白そうなやつをジュンさんに読んでもらっていっぱいストックして、それを本番中に何度かこう出していきますよ。出して、で、あとは神のみぞ知るですから。ね。面白いのができた場合には、例えば、これ相当面白いぞっていう場合には、その採用されたその全てのパーツを作ってくれた人に、その、まあ、例えば5枚ずつ深夜のバカ力からカードが出ると。で、逆に、いつどこで誰と誰が何をまですっげえ面白かったにもかかわらず、どうしたでこううまく文章にならないで、バーストとか。ね。で、あと、いつどこで誰と誰が何をどうした、一方その頃俺は何をどうしたまで完璧なんだけど、もうプッシュしちゃって、後に吉田と山本はやんなきゃになったみたいなので、ここでバーストみたいのもまああると思いますんで、まあとにかくいっぱいパーツをもらってですね、偶然の妙を楽しんでいこうという、もちろん普通のコーナーとかもやりますけども、なくなったんじゃねえかと、思われて、いるこの 5W1H1I1W1H をですね、結構前面に押し出してですね、やっていこうと。だからもう今週1週間もうどんどん来たパーツを鈴木純アナにすいませんって言いながら、読んでもらってですね、まあその数を増やしていきますよ。で最終的にものすごい数になったら、プレステ3で出してほしいですよね。ぜひプレステ3のダウンロード専用コンテンツで出してほしいというね。これだからもうあれですよね、ちょっとしたパチスロ的ですよね。ある程度のところまで行って、最後ほら、最後の一方その頃俺は何をどうしたの、これどうしただけ残して、ここまでパーフェクトで例えば行ってるとしたら、まあリーチじゃないですか。だけど、かなり、その限定されてる時ってあるわけですよ。ここまでの段階で、そのすごい、場面が宇宙に偏ってたりとかすると、このどうしたにハマるものはすごく狭くなるじゃないですか。で、そうすると、そのリーチとしてはあんま熱くないね、来る可能性の少ないリーチだし、逆にどう落ちてもいいじゃんみたいな時もあるよね。そういう時はまあかなり広いリーチなんで、そこまで読まれてる人、そこまで選ばれてる人はかなり熱く楽しめんじゃないか。まあとにかくですね、ホームページの方のフォームでも結構です、おはがきでも結構です、普通にいつどこで誰と誰が何をどうした、一方その頃俺は何をどうした
でこれをちゃんと文章で書いてくれればこれをバラバラにしていけばいいことですから、これを、書いて送ってください。まあどういう風に採用されるか、第一関門はちょっとこれが出てきたら面白そうだなっていうところで、まあなんとなく酔って、純さんに読んでもらいますけども、まあ、第二関門本当にオンエアされるか、ましてやそのちゃんと成立して、深夜のバカ力カードがもらえるかどうかというのはもう神のみぞ知るということで、郵便番号107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力、5W1A1 の係までお待ちしております。本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ラジオだけが鳴ってきたとさ、ごめんなさい。夢太郎が来る。夢を見たの夕べで、スペシャルウィークに夢太郎スペシャルをやってもいいんですけど、もう選ぶ限界みたいの来ますんで、とにかくいっぱいこう夢を見ましたと、夢にこういう夢太郎が出ましたと、夢太郎は出なかったんですけどこういう夢見ましたっていう、夢を皆さんから寄せていただいてるんですけど、まあ面白いっすわ人の夢だけど。一日何通までっていうのを決めないと本当に頭痛くなってきますね。でね、みんなの見た夢の話、夢の話で印象的なやつをその日寝て夢に見たりするんだよね。あ、なんかそういう時に、あ、これさっき読んだ夢だみたいな夢とかも見るね。変な、だから夢の連結。だから、面白いのは、夢太郎のいろんな特徴あるじゃないですか。全身タイツを着ていて、で、胸にこう漢字があって、でいてこういうマントを着てて、長靴履いててみたいな、袋持っててみたいな特徴と、違う夢の話を読むと、それに影響された夢の話も来るみたいな、なんか変な夢のゆるい連結あったりして、結構それはそれちょっと面白いんですけど、本日は一人目、ラジオネーム夢レコーダー、夢太郎に会えました。最初僕は昔住んでいたアパートの和室で目を覚ましました。これ結構あんだよな。俺この間見た夢は本当に自分が、小学校の時住んで、俺引っ越しはしてないんだけど家を建て替えてんのね。その昔のその家で目覚まして、でそこに若手芸人がいっぱい集まっててみたいな夢見ましたからね。昔住んでた家っていうのは結構みんなよく登場しますね。和室の奥の襖が閉まっていて、開けるとその実際のアパートにはなかった広い部屋、その広い部屋の真ん中に歯医者にあるような治療用の椅子があり、母が誰かの歯の治療をしていました。もちろん母は歯科医ではありません。これもちろんがおかしいんだよね。もちろん母は歯科医ですの方が普通なんだけどね。普通のその会ったことを報告する場合は、母が誰かの歯の治療をしていました。もちろん母は歯科医ですだよね。で、夢の話の場合は、母が誰かの歯の治療をしていました。もちろん母は歯科医ではありません。僕はその状況を一切疑問に思わないまま、なぜか見てはいけないものを見てしまったとだけ強く思いながら無言で襖を閉め、そのまま再度眠りにつきました。夢の中でね。するとその夢の中でまた夢を見ました。今度は突然どっかの森にいました。僕はこの時さっきまでアパートにいたのに突然森にいるなんてこれは夢だと確信しました。夢だから夢太郎に会えると思った時、突然人が現れました。夢太郎は完璧なアンパンマンの格好をして、顔にはなぜかドラえもんの仮面をつけた森進一さんでした。僕が夢太郎だろうと言うと、夢太郎は夢太郎じゃない、だって森進一さんなんだからそうでしょうよと力いっぱい否定してきました。でも僕は森進一が夢太郎であることをもともと知っているので、まあこの時点でね、その態度に腹が立って、嘘つくなと叫ぼうとした時に目が覚めました。僕の夢太郎用に買ったボイスレコーダーに入っていた内容を、聞き、また覚えてる内容
で保管して整理しながらまとめました。ボイスレコーダーには、夢太郎はアンパンマンとドラえもんの面をかぶった、マリシンイチ。と、寝ぼけた上に、ほとんど似ていない森進一のモノマネが入っていました。なんだろう、もう記録しなきゃと思ってんだろうね。記録しなきゃと思ってる時に森進一だっていうことを忘れちゃいけないとかいろんなもんだ。アンパンマンとドラえもんの面をかぶった。森進一。って寝てんだ。半分寝てるっておかしいんだよね、これ。ボイスレコーダーをね、わざわざセットしてくれてる人結構いますね。ペンネーム白熊さん。まあ、俺らの、その、青年時代に比べると、携帯電話にボイスレコーダーついてたりね、安いボイスレコーダーがいっぱいあったりするからね。まあ、手には入れやすい環境ではあるんでしょうけど、それにしてもありがたいね。ペンネーム白熊。夢太郎に会えるかな？でもそんな都合よく出てくる。わけないよなと思って眠った夜のこと、白くて薄暗い廊下を歩いていると、向かいからすごく顔色の悪い津川雅彦が来ました。もう夢ですかね、もう夢に入ってますからね。見た途端に彼こそ夢太郎だと思ったのですが、ラジオで聞いた特徴と違うような気もするっていうかさ、ラジオでさ、ものすごい顔色の悪い津川雅彦が夢太郎だなんて俺一回もどうだよ。全身タイツを着てマントをしてお面をかぶってが夢太郎だから、お前の夢の中での反応おかしいよね。単に顔色の悪い津川雅彦見て違うっちゃ違うなみたいな、完全に違うよそれ。俺がさ、夢太郎っていうのは病弱なおじいちゃんですって言ったならわかるけど、全く違いますよ。ラジオで聞いた特徴と違うような気もして違和感も否めずにいました。津川雅彦とすれ違い振り返ってその猫背を観察し、やっぱり人違いだろうかと思っていると、今度は向かいから白装束の浅野敦子が歩いてきました。こっちだこっちが本物だったと今度は確信すると、そこで目が覚めました。そしてパソコンに飛びつき、深夜のバカ力の番組ホームページを開いて夢太郎目撃証言の統計を調べました。すると夢太郎の正体は浅野敦子だったという目撃証言が多数報告されていて、今日見た夢太郎はやっぱり本物だったんだと喜びはしたものの、ってことは割とベタな夢太郎を見ちゃったんだな、もっとレアな夢太郎を見ればよかったのにとがっかりもしました。というところで本当に目が覚めて夢の内容をボイスレコーダーに吹き込んだのですが、ボイスレコーダーに吹き込んでいる時点では津川雅彦の名前が思い出せず、浅野敦子、浅野敦子とほらあのほら、浅野敦子の後におじいちゃんの浅野敦子の後にと浅野敦子を連呼したままもう一度寝ていました。浅野で、意外にこうやって起きるとわかんねえね。起きて頭で再生すると、あ、浅野敦子はこう聞いてるからわかる。ボイスレコーダー入ってわかんねえね。あ、そうだ、津川雅彦だって思うんだろうね。何がそうだかわかんねえけど。この夢もすごいな。ほんとさ、夢判断とか、そういう夢、まあ、そのどれぐらいオカルトなのか知んないよ。そのよくあるさ、夢占いみたいな本は俺もさすがになんと思わないけどさ、その、こういうのをさ、本当にちゃんとした、その、勉強として、夢とその精神分析みたいなものを勉強した人に見てもらいたいよね。暗くて白い廊下にさ、すごい顔色の悪い津川雅彦が歩いてきてさ、その後白装束の浅野敦子が歩いてくるんだよ。何から来てる夢なんだよと思うんだよね。ラジオネームゆか。夢の中で僕は川のない果てしない広い河原のようなとこにいました。まあ石がいっぱい引き詰めてあって、まあ川はないけど河原ね。そこで僕は丸い石をできるだけたくさん拾わなくてはいけないのです。いけないのですよ、はい。僕が石を探していると、隣に全身黒タイツの人が立っていました。僕はこいつは夢太郎の偽物だ。手に持ってる袋も黒いし、
と思いました。ちなみに僕は夢太郎の特徴の中で手に袋を持ってるとは言ってますけど、黒い袋を持ってないとは言ってないです。ですから別にこれ偽物だっていう確信になるのはおかしいですけど、偽夢太郎は丸い石をあげるよとテレパシーで話しかけてきました。僕が喜び勇んでもらった黒い袋を開けると、中にはセミがいっぱい入っていて、僕がアワアワしていると一斉にけたたましく泣き出しました。僕が袋いっぱいのセミに泣きながら何度も謝っていると、偽夢太郎は高校の時の担任の砂川先生になっていて、僕に向かい、お前は嘘つきだと何度も叫びました。あまりのショックに僕がしゃがみ込むと、目の前に黄色い長靴が見えました。その人は、白い全身タイツに可愛い豚のお面をつけた、夢太郎のコスプレをした伊集院さんで、伊集院さんが来ると同時に砂川先生はいなくなりました。僕はわざわざ夢太郎のふりをして助けに来てくれるなんて、なんてリスナー思いな人なんだろうと感動しました。伊集院さんの持つ袋にはコッペパンが入っているのが直感的に分かって、いいな、食べたいなと思っていると夢から覚めました。伊集院さん助けてくれてありがとうございました。またこうして文章に起こしてみると、僕結局夢太郎に会ってませんね。そうだよね。偽夢太郎、夢太郎に化けた、その砂川先生とやらと、それからあと、その夢太郎のコスプレで君を助けに行った僕としか会ってないですから、夢太郎には会ってないんですよね。ただ、すごく僕思うんですけど、君は砂川先生との間に現実何があった？それがすげえ知りたいんだよね。砂川先生に、膝から落ちるほど、お前嘘つきだって指摘されることが膝から落ちるほどきついわけでしょ。何があったんだよっていう。ああ、でもいい映像だな。丸石あげるって言われてさ、もうすごい嬉しくて、その黒い袋開けると中にびっちりセミが入っててさ、ああ、なんだこれ石じゃないと思ったら一斉に泣き出すんだよね。で謝るってのもわかんないしね、セミに。なんで謝ってんだろうね。ジゴロで指番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ G から、夢太郎の光までお待ちしております。伊集院光深夜のバカ。いつまでも耐えることなく友達でいようかな。メガネレンズの破片一緒に拾ってくれてありがとう。普段物静かなお前が言ったあの言葉、俺らの人生クソみたいもんだけど、神田うのの最後を見届けるまでは死ねん。俺たちの独立宣言さ。お前が出したって丸分かりな品物の群れを偶然ヤフオクで見つけたよ。昔俺ん家に忘れてったバカ殿のエロいところばかりを集めたビデオ、まだうちにあるぞ。あの頃の俺たちはなぜボーイズビート洋楽を同時に愛せてたんだろう。ボーイズビート、歌詞の意味もわからないミスタービッグを同時に愛せてたんだろう。お前も偉くなったもんだ。今じゃ俺の看守だもんな。お前が想像で書いた女性記、十何年経った今でも夢に出てきて俺を頭から食おうとする。
く構成の渡辺くんがうなずいてた。メガネレンズの破片、一緒に拾ってくれてありがとう。こんな短い文章なんですけども、友情以外の何者も感じさせませんもんね。ペンネーム、瀬川きりおくんからいただきました。メガネレンズの破片、一緒に拾ってくれてありがとう。そしてですね、そうですね、お前が想像で書いた女性記、十何年経った今でも夢に出てきて俺を頭から食おうとする。ペンネーム、沖田総司は女だったっていう、まあ、ペンネームも大好きですけど。幕末純情伝ですけども、大好きですよね。牧瀬里穂しかもう浮かばないですけども。普段物静かなお前が言ったあの言葉。俺らの人生クソみたいもんだけど、神田うのの最後を見届けるまでは、死ねん。俺たちの独立宣言だ。何からの独立なのかわかんないけど、そうだなって思うね。そうだっつって、あの頃の俺たちはなぜボーイズビーと洋楽を同時に愛せていたんだろう。あの頃の俺たち、なんでボーイズビーと洋楽を同時に愛せてたんだろう。ボーイズビーと歌詞の意味もわからないミスタービッグを同時に愛せていたんだろう。ペンネームマゲマゲですね。お前も偉くなったもんだ。今じゃ俺の監視だもんな。何を感心してんだよお前。ラジオネーム花より大名さんからいただきましたね。さあということで、来週はですね、もちろんコーナーもいっぱいやりますけども、 5W1H1I1W1H スペシャルということで、とにかく思いついたやつをどんどん送ってください。あとは神のみぞ知る。